おはようございます。あ、もう回ってますか？回ってます。え、回します。今日はですね、いきなりですけども、男の美容肌の美容、これを今日はね、やってみようかなと思いますんで、早速行ってみましょう。ハイフは初めてです。脱毛はね、何回か。あ、そうなんですね。またちょっとね、はい、違った刺激が多くなってますね。結構生きます。これご自身でお花の穴入れていただいてもいいですか？え？こうですか？そうです。あの、手離しても外れないぐらい。罰ゲームとかでやったことある？これまず酸素から流していきます。初めてやったら生きます。鼻から息吸ってればいいですか？あ、そうです。鼻から吸って、まあ、お口から吐くイメージ、ゆっくり繰り返してください。お酒弱いんでしたっけ？めちゃくちゃ弱いです。それならちょっと似ちゃうかもしれないマジ人が麻酔かかるところで初めて。ほら、いつも麻酔するときって注射とかだから、あの全身麻酔とか。お顔にジェルのせていきます。ちょっと冷たくなりますね。失礼いたします。今ふわっとしてますね。今私もふわっとしてる。なんか、いいですね、効きがいいですね。なんか気持ちちょっと気持ちよくなってきて なんでしょう。気持ちいいんですか？え、気持ちいいって、なんかトローンとしてきて、そして今こうやってなんか女性に肌を触られてると思ったら、なんかまたそれも倍増してくる。麻酔関係なくないですか？え、麻酔関係なくないですか？いや、これごめんね、麻酔のせいだな、俺なんか変なこと言ってたらあ、ポーっとしてきてる。あ、してきました。じゃあちょっとずつ始めていきますね。暑いですか？あ、そう、暑い、そうですね、痛いと暑いが一緒に来る感じなので。はい、はい、大丈夫ですかね。結構トロッとしてます。じゃあ右側から始めていきます。ちょっとお顔傾けますね。ありがとう。これ痛みいかがですか？あー、大丈夫です。ちょっとなんかチクって感じ。チクって感じ、はい、このまま続けていきます。あー、なるほど。でもそんな痛みないですよ。麻酔がすごくよく効いてますね。って感じがしますけど、麻酔効いてんすか？効いてますね。これ多分麻酔なしでやったらすっごい痛いです。でも待って、全然意識は、あー、結構確かにチクチクする。チクチクきました？はい、チクチクきた。今何も感じないです。何も感じない。すごい麻酔効いてます。静か。息がすごい、うん、全然痛くないです。なんすか？正気なんすね。なんすか？気持ちいいです。どういうやつ？気持ちいいですよ。ちょっともうね、ちょっとうまくしゃべれないですよ。これ、なんですか？
痛みもないですね。はい、そしたら右側おしまいですね。ああ、え？右側が一旦おしまい。ちょっと確認してみますかね。はい。全然痛くなかったです。そう。そしたらお鏡に失礼します。持てます。おお。なんかこっち上がってますよ、キュッて。口元とか。シュッとしてる。シュッてしてると思う。あと、うん、顎下ですかね。顎下？ちょっと。確かに。でしてるのがこっちの方がちょっと骨のラインがすぐにも分かるんですね。そうですね。まあ効果のピークはやっぱり 1,2 ヶ月後っていう風に言われてるんですけれども、ちょっとこう2ヶ月後なんだ効果のピーク。そう、徐々にこう引き上がってくるっていう風に言われてますね、うん。ありがとうございます。はい、じゃあ反対側行きましょうかね。もう今ねそれをこのね胸筋麻酔がおかしくなってきて。気持ちよくなってきて やべえやつみたいな。よくない。よくない。なんかトローンとしてきて。痛みはね、あの途中は一回ちょっと痛かったですけど、それ以外全然なかったです。これ痛みどうですか？大丈夫ですか、はい？すごい痛いんですよ、ね。うん、全然痛くないですけど。あとで麻酔なしでちょっと当ててみます。怖い。麻酔効いてます？でも。すごく効いてますね。絵的には効きまくってるやつになってます。映像的にはああ麻酔効きまくってるやつに見えてます。初めてしたよ俺この正気麻酔って。何なんですか。酔っ払った時にすごい明るくなっちゃう人はすごいおしゃべりしてくださるんですよ。ずっと笑い、そう、笑いながらとか、すっごいしゃべるとか、食べになって、うん、じゃあ酔っ払って不機嫌になる人はそうなっちゃうってことですか。そうですね、だから多分そう眠くなっちゃう人は寝ちゃうし、あいや、お酒も進むのやつすごい、だからだから、はい、正気麻酔って言うんですか。あ、まあ、そうですね、あのそれで元々の名前の由来としてはそうですと思います。なんかペラペラ笑う人がいる、だからその多分そういう人はだからお酒飲んだらすごい陽気になるんでしょうね。はい、じゃあ酔っ払って不機嫌になる人はそうなっちゃうってことですか。そうですね、だから多分おしまいです。もうおしまいですか？おしまいです。ちょっと今酸素流すので、ちょっと麻酔切らすために。え？吸って吐いて切り返す。あれ？戻ってきました？え、こんなすぐ意識変わるんですか？綺麗がいいですね。キレがいい。あれ？もう普通に自分の声が普通に聞こえる。え？え？お、帰ってきましたね。現実に戻された。え、何なの？これ怖い。正気麻酔。もう今俺この何？ハイフとかどうこうよりこの正気麻酔にすごい興味がある。だから途中。うん、あの正気麻酔しに来たやつになってましたよ、うん、完全に、はい、もう麻酔の話しかしなかったですよ、マジで、はい、なんかちょっと記憶もちょっと混濁してて、あ、そうなんですか、はい、なんかシーシャイアの感覚で正気麻酔来ちゃった人みたいな感じやばいじゃん、はい、に見えてましたけど、え、終わりですか。終わりです。当ててみます。はい、今何正気麻酔なしでどれぐらい痛かったか、はい、マジっすか。やってみますか。本当全然痛くなかったね。やる気のマジ？ちょっと一発、はい、痛い痛い痛い危ない危ない、なんか刺さった、めっちゃ刺さ、え？こんなに違う？こんなに違う？危ない危ない、大丈夫大丈夫、正気麻酔ください。正気麻酔をください。これが本来の痛さですね。パチパチパチってきた。よし。
先生すごい良かったです、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。痛み感じずに終えることができました。はい、あとお拭き取りしてきますね。あー、僕ですけど何ですか今、なんて言ってました。鼻外したくないやべえやつじゃないですか何しに来た、これ何の動画なんですか。あ、すみません、何でしたっけ。男の美容、肌のリフトアップ、ハイフですね、今日は。はい、このお肌のたるみを直しに来てるから、これもう途中、はい、正気麻酔しに来た人になっちゃった。危ない危ない危ない。ちょっとよし、おしまい。 OK ですか、施術。はい、大丈夫です。うぅ、そしたらまた色すっきり、はい、直後の写真撮っておきます。はい、わかりました。はい、撮ります。斜めに撮りますね。はい、横向きます。さあ、ということで今日はハイフという施術を受けました。まあこのね、肌のたるみとかシワとかそういうのが気になる時にやるものなんですけども、まあ大体でも効果が出るのはですね、1ヶ月後から2ヶ月後に一番効果が出るということなんですけど、ただね、なんか直後だけどもう若干こう顔がシュッとした感覚はあります。映像で伝わってるか分かんないですけど、はい、見た目はめちゃくちゃ変わってます。あ、本当？はい。なんかね、ここら辺がすごく俺もシュッとした感じがします、はい、なんか自然と笑みこぼれるみたいな、まあ、それ以上にですね、非常に麻酔非常に効きやすいということが検証されましたのでちょっと楽しかったですね、はい、痛み全くなかったです。本当はめちゃくちゃ痛いらしいんですけど、僕はあの正気麻酔のおかげで痛みゼロということで、これで施術は以上です。皆さんも日頃からね、こういったケアやってみてください。これはあのメスも使わないし、こう糸も使わない、ものですから、とっても手軽にできると思います。ありがとうございました。じゃあちょっと私これから正気麻酔します。失礼します。もうハマっちゃってるじゃないですかやばいね、これ。